超電タクシー株式会社は長野県長野市に本社を置く長電グループのタクシー事業者である長野電鉄沿線を中心に51両のタクシーを運行する長電グループのハイヤータクシー事業は戦時の交通統制を背景として1941年北新地方のタクシー19事業者を長野電鉄が買収したことで始まったこれにより 長野医北の自動車輸送網を完全掌握することとなった同社だが、戦後は長野市内にタクシー事業者が次々設立され、激しい競争にさらされた。1969年に稼働台数のピークを迎えて以降急激に経営が悪化し、長野電鉄はハイヤータクシー事業を廃止し行会社にすべて移管することとなった。こうして、超電タクシー株式会社、 北新観光タクシー株式会社、高水タクシー株式会社が段階的にその事業を引き継いだが、これらの経営を一元化すべく、2011年に3社が合併し、現在に至っている。なお、旧飯山ハイヤー営業所を引き継いだ飯山町電ハイヤー株式会社は、長、電、グループ離脱、再加入を経て、2020年に町電バスに吸収合併され、 同社のハイヤー部門となるという異なる道をたどっている。2012年に廃止。なお、各駅前でのタクシーの常駐は継続する。長野駅前行地口を毎日0時に発車する乗り合いタクシー、ミッドナイトライナーを運行しており、長野電鉄、超電バスの終電、終バス後の輸送をカバーしている。2005年9月に試験実施された長野、 電鉄長野線の終電繰り下げを引き継ぐ形で、長野駅柳原中央の区間で運行が始まった。2011年からは、須坂駅まで区間が延長されるとともに、山菜線も追加されるが、2017年に山菜線は廃止された。乗降場所は超電バスの停留所で、運賃は730円1570円。同グループの超電バスの普通金額回数券を、 タクシー料金支払いに使用できる。なお、バス IC 乗車カード、クルルは利用できない。長野営業所、須坂営業所では、新型コロナウイルス感染症が流行した2020年5月から9月末の期間限定で、近隣飲食店から客先に商品を運ぶ、デリバリーサービスを実施している。ありがとうございます。